レースクイーンでタレントの日南真みが26日、有明アリーナで開催されるボクシング、世界スーパーバンタム級4団体王座統一戦、井上尚弥×マーロン・タパレス、1000のラウンドガールを務めることを公表した。SNS に現役女子大生でモデルの中又優なと共にリングを背にするコスチューム姿の画像を掲載し報告した。仲又も自身の SNS で、 ラウンドガールとして出演しますので、ぜひご覧ください、と報告した。2人は10月に後楽園ホールで開催された大橋ジムの興行でもラウンドガールを務めていた。ひなのフォロワーは、なんと、全世界注目の試合でラウンドガールとは、勝利の女神に、と激励の声、仲間たの下にも、絶対見る、と期待が寄せられた。試合は WBC。 WBO 王者の井上と WBA、IBF 王者のマタパレスの世紀の統一戦となる。